熱い視線を感じながらやっておりますゴリスタマガジンなんですけどね、はい、注目の新人時藤三郎さんを今日お迎えしております。こんにちは。今日も応援団の方ですね、大変たくさん入りましたね。もうテレビドラマで活躍中の時藤さんですけどね、歌の方も大変な人気でね、最近は2本立てで、ね、そうなんですね。才能ある人は何でもやったらいいとは僕は思うんですけどね。役者、歌、それ以外に何かやりたいことありますか？そうですね、ハングライダーやりたいですね。ハングライダー。体重は何キロぐらいあるんですか今？80ぐらいですね。80キロ。身長は87です。87キロ、ね、かなり大きなハングライダーがいるように思いますけどもねはい、まあそういうことでね、もう夢は空に飛んでおります、サブちゃんでございますけど、サブちゃん、はい、続いてはですね、ご時世とゆっくりしてってください。はい、土曜の5時生中継でお送りするパープリンレポートです。はい、今日はですね、どこに行ってるのかな、名東区の上柱ね。ミカ、はい、マーキー、おーおー、はい、パープリンミカです。よし、はい、今日は、あ、よし、何ですか。今日はですね、はい、上柱、名東区は上柱ので、うん、今年の8月にオープンしたばかりの名古屋ローラーランドにお邪魔してるんですよ。やったぜ。すごく外は寒いんですけれどね、今日ミカが お伝えするパープリンレポーターこれです。どれだ。これなんですよ。お、ビメックス。え、それでは早速ビメックス協会の勅使河原さんにお話を伺いたいと思います。おこんにちは。あれ、彼らが来日した、ね、目的を聞きたいんですけれど、明日25日ですね、大阪で国際ビメックスショーが、レースがあります。そのために彼らがやってきてくれました。ああ、そうなんですか。はい、私ビメックスよく知らないんですね。ですから、このチャンピオンさんがどのくらいの実力の持ち主かということを教えていただけますか。全米 NBA ですね、その協会の中で5万選手がいるんですが、その頂点に立っている男で、まあ、日本の選手の神様のような存在です。おお、すごいですね。では早速ね、シチューさんを呼んでみたいと思います。シチュー、please come up here, please。 お、ミカの素晴らしい発音が出ておりますね。でもね、普通 BMX っていうのはこういう風にして遊ぶものじゃない、遊ぶっていうかね、レースするものなんですよね。 Thank you very much for your great performance. Thank you very much indeed. ね、シチューさんはね、シチューじゃないですよ、シチューさんは、ね、何も言うてないね誰もシチュー言うてない。マーキーが間違えちゃいけないと思って、これ映画言うてよ、何でも俺のせいです。すいません。あ、そう、とにかくですね、はい、今、春日井祭りから駆けつけてくれたんですよ。じゃ早速、春日井祭り、また古風なところがデモンストレーションやったんですね、はい、で早速印象を聞いてみたいと思います。はいはい、どうぞ。 What is the expression about the Kasugai Matsuri? I mean the Japanese festival? It was very exciting for me because there were so many people that didn't really know what BMX were, and they saw today what it was, and we were out there showing how we Americans ride, and we had some races to where we raced against the Japanese boys, and they were very fast. It was good.Thank you very much. あのね、とっても素晴らしかったっていうことなんですけれどね。はいはい、How many times did you get first prize? 一言今のんだ。Year, I, ちょっと寂しかったな。たくさん喋ったのに。Anyone's over 100. It's, I race twice a week. Over 100? 100回以上ですよ、うん、すごいですね。あのね、ミカ、ちょっと聞いてほしいんだけど、はい、大丈夫か英語の方は。あのアメリカの方ではね、はい、あ、まあ、日本もそうやねんけども、はい、どっちかというと子供たちがこの BMX 競技に多いと思うんだけども、はい、まあ25を過ぎたですね、はい、30を過ぎたという男にもですね、はい、アメリカの方ではやってる人がおるんですかね。難しいかな。ちょっと難しい。上の方の人ですか、うん、だからエイジを聞いてくれればいいんだけどね、一番上の年齢はどれぐらいの人がいるかっていうの。 How many age do you pop, is it very popular? Yeah. How many age? Yeah, age.It's most popular. 14が一番あれなんですよ。14歳、すみません、14歳の子が一番多いんだそうです。 How about your above brother 20? やっぱりね、I'm 23ですね。 Yeah, and it's 25? I hope so, because I plan on racing about 3 more years. So I'll be 26, so I'm going to give it all my best. So I'm like the guinea pig, I'm the test. When I quit, then they'll know how old you can be.綺麗ですね。あのですね、はい、20歳、彼は23歳だそうですけど、あ、もう時間なんですか。何ですか、この音は。あのですね、彼は今日、明日、大阪日米親善大会があるんですが、はい、そのためにですね、はい、47分の、はい、あの上社から乗らなくちゃいけないんです。47分、今40分。今鳴ったベルはですね、うん、そのためのお知らせのベルです。あ、お知らせのベル。はい、そうですか、じゃあ、はい、あのね。Thank you very much indeed. Good luck tomorrow. 間に合わないといけないんで。Thank you. I'm enjoying myself. Thanks. Thank you very much indeed. はい。ミ
はい、みんなで送りましょう、はい、ちょっと張り切っておりますから。さっきの話なんですけどね、はい、あの20歳、彼は23歳で、うん、で、あの26歳になってもどん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 自分のね、うん、あのなんていうのかな、試すチャンスだからやっていきたいということでね、うんうん、あのどんだけ年が経ってもやっていきたいということでした、うん、でアメリカでもね、そういう人は少ないんですけれど、はい、やっていきたいということでした。マーにもチャンスありますね。そうですか、最後にキックしたことが来ましたけどもね。そういうことです。どうですかサブちゃん、見てました BMX は。やってみたいです ね、なんか普通はレースをやるんですけどね、ああいうボールでやるっていうのも面白いね、見てると、ね、珍しい。見てるものがもうワキワキしますけどもね、うん、はい、ということでね、 BMX の話題を今日はお送りしたんですけども、続いてはですね、なんとカナダ情報です。バーン。